皆さん、おはようございます。神戸市民の YK すけです。2023年、3月、25日。あ、これぐらいの角度だったら何とか見えますね。最近、TikTok に関してね、アメリカの方から、まあ、買収するような形を提案して、で、まあ今ちょっと、ごたごたしてるんですけども、タイミングとしてね、今ロシアとウクライナの戦争がある。で、中国の習近平国家主席に、いずれこういう時が来るかもしれない。その時は、中国が間に仲裁に入ってほしいということで、言ってもらってます。プーチン大統領の方に。で、プーチン大統領の方も、ソビエトが崩壊して、その国を任された方なんです。で、もういっぱいいっぱいなんですよ。あんなに組にたくさん分かれちゃうと、本当は国連とか西側諸国が気合い入れてソビエトが崩壊したしそうな時に任せろ、俺たちはもう恨みで戦争なんかせん、俺たちの公的資金注入してるわで注入したればね、お互いのに国家間関係良くなって、本当の冷戦終結の方に話たどり着いていたんですけどね、それしなかったんですよ。お金けちっちゃって、何のために稼いできてたんですか、ピンハネいっぱいしてっていうことになってくるんですよ。ね、日給歩合出来高受けを委託、全部ピンハネ、人材派遣業法もいらない。これ、今言ったら法律ね、世界中でなくしましょうって。で、富の分配しっかりしてあげなかったら、どこの国も、出生率を落ちてます。韓国なんか 0.9% ですよ。100年後だったら多分国家体制維持できないですよ。本当に。で、それ助けてあげなきゃなんない。で、日本を少子化です。1.4 かな。で、中国が 1.6 で、アメリカも 1.7。もう世界中でもうこれから先どえらいことになるっていうことは分かりきってるんですよ。2045年になったら日本は、65歳以上の人の、比率が、38% 超え。で、現在でもう20すでに 28% を超えてるんですよね。で、そんなことはテレビで何回も放送してるんですよ。少子化には、少子化だ、少子化だっていうことでね。で、まあ、岸田さんはそれを、まあ、少子化を乗り切る案を、今、いろいろ出してますけども、それプラス淡井圭介のこの案乗ってきたら、かなりの部分で改善できるのはまず間違いない。で、その中国の TikTok に関して、問題箇所がね、あって、僕から言ったんですよ。アメリカの方の技術で、まあ、管理するかなんかしなかったら、アメリカの特許料をね、アメリカに買収そんなにされたくないんだったら、TikTok の方から、アメリカのその検閲技術、YouTube へ、動画をアップロードするときに、載せていいものなのかどうかを判断するじゃないですか、コンピューターがね。そのシステムっていうのを全部作り上げるのって、ものすごく大変だった。で、その特許料を支払って、その、検閲の機能ですよ。そうじゃなかったら TikTok って、エロショート動画とか載っちゃってるから、それ暴力団の生き方なんです。いいですか？日本の暴力団もそうなんですけども、キャバクラ、性風俗店、クラブ、銀座のクラブとか呼ばれる、あそこね、ああいったところ、98%、暴力団が運営してるんです。国が、法務局が、会社の登記簿なんか認めて作っちゃうから、おかしい。法律上違う法律、一つの法律なんかで動いちゃダメ。他の法律とか何してきたかで物事見るんです。ね。山口組3つに割ったでしょ、工藤会本当に消滅したでしょ、ね、もう土地建物ありませんよ。でそこまでしなかったあいつら銃どこに隠してるか分かんないから、もう全部建物はもったいないけども、解体するところまで僕らやりますから、片木の方がね。で、できますから、合法的に。で、裁判所の方にも腹くくってもらってます。腹くくるっていうのは、完全に、暴力団を撲滅すると。そういうところでね、しっかりした判決出すということで、工藤会の野中悟というトップの人間は死刑判決出てるんです。ね。これがこの世の中の実態。オウム真理教と大して変わんない。下手したら、元山口組なんかね、人数多かったから、してきたことの悪さの事件の数なんか軽く100超えてると思いますよ。発砲事件うんぬんね、長い歴史の中で。で、去年も発砲事件を起こした。で、正直、僕の本音で言うと、安倍さんを撃ったの、どっか暴力団絡んでんじゃないのっていうのが、僕の本音。僕は安倍さんの仇討ちをしたい。
で、そこには、ただただ、撃った人間の山中被告を死刑にするだけじゃなくて、そこには、どんな関係性があったか。一般の方にはショッキングかもしれませんけども、元自衛官が、暴力団に入っているケース結構あるんです。だから自衛官の中で何かいろいろ問題があってね、人生行き詰まっちゃって、そういう方向に走っちゃった。で、海外に行って、外人部隊とかに入ってね、まあ戦争屋ですよ。で、そういう風なところでもやっぱり仕事があんまりないと。で、正社員雇用家じゃなかったらやっぱり無理なんですって、この世の中。芸能界も。ほぼほぼ。まずもう 95% ぐらいの人はそうですね。で、まあ、これ、今のタイミングでね、その、ウクライナとロシアの戦争云々、まあ、西側諸国と東側諸国に分かれてみたいな形になってるのが、最悪で、そのタイミングで TikTok の話がね、持ち上がってるのが最悪で、僕はもっとだいぶ前から言ったんですよ。その時にしてくれればよかったんですよ。ロシアとウクライナの戦争は始まる前にね。だアメリカの、政府高官や、イギリスやフランスとか、政府上層部のに、ちょっと僕の話ちゃんと聞いてください。本当に淡井圭介がいなくなったら、エネルギーが枯渇して、要するに石油、ガス、石炭、ウラン鉱、もうほとんどないですからね。もうアメリカもシェールオイル、だいぶ掘って、もうほとんど残ってないんですよ。石油ね。サウジアラビアとかベネズエラに結構ある。ベネズエラが世界ナンバーワンの石油の埋蔵量を、その次、2番手か3番手ぐらいがサウジアラビア。ロシアは、ガスと石炭、まだそれなりに、あると。で、この状況下で、ここ10年本当に気合い入れて自然再生可能エネルギーを普及させなかったら、将来90億人の人が餓死します。もう冷蔵庫も使えない、電車も動かない、物流は全部止まる。トラック走らない。これ本当ですからね。食料手に入らないんですよ。スーパーマーケットなんか閉鎖されますよ。物が流れてこないから。だからこれをみんなで乗り切らなきゃならない。本当に気合い入れてね。もういろんな業界すべてもうフル動員ですよ。だからね、例えばスポーツ選手って体鍛えたいんでしょ。そしたら、もう一斉にね、太陽光パネルを、各家の屋根の上に乗せるっていうのを義務付け化して、それ断ったら脱法行為とみなして行きますよっていう形で、世界中でその法律作ってその通りしなきゃなんないんですよ。本当に。で、スポーツ選手、体鍛えたいんでしょ。足場組むのって、ちゃんとした金属製の足場ですよ。竹製とかダメですからね。発展途上国とか竹製とか使い始めたりするんですけど、あんなことしてたっていずれ折れますから。人間の体重とか支えきれなくなってね。しっかりとした金属製の足場で、足場を組むと、あれ力仕事なんですよ。朝から晩までしたら、かなりの、まあ、筋力トレーニングになるんですよね。で、速いスピードで動いてもらうのは困るんですよ。速いスピードで普及させてもらわなきゃなんないから。速いスピードで動けば、息上がるでしょ。肺活量とか上がるんです。本当に。重たいもの持って、動くから、足腰鍛えられる、体幹鍛えられる、腕周りの筋肉鍛えられる、いいことずくめなんですよ。だから全スポーツ業界もちょっと協力してもらわなきゃなんないし、まず若手の人たちの正社員の仕事がなかなかないと、ちょっと前なんかね、就職氷河期っていうものが日本であって、他国もその時そうだったと思うんです。大卒なのになかなか就職できない、正社員雇用にありつけない。これが本当の話なんだ。本当の話なんです。だ太陽光パネルのその仕事で10万人ぐらいの正社員雇用できるんです。で、それぐらい知って、それぐらいの労働力を捕まえて、フルスピードで僕が週は株式会社で頑張ってた時のような、凄まじい。まあ、労働時間はそんなにしなくて、もう夕方ぐらいまでいいですよ。もう太陽は沈んできたぐらいになってね、暗くなってきて危ないから、もう夕方ぐらいで、仕事終わってくれたらいいですから、その代わり週6日働いてくださいみたいな形でね、一月の労働時間が180時間ぐらいだと思います。けどもちょっとそれ頑張って、みんなでしてもらわなきゃならない。で、世界中の人がね。で、そこをね、一般の人たちにご理解してもらって、どこそこのスポーツ選手は、自分たちの、国を救うために、それは、世界を救う行動につながってる行動を彼らはしてるっていうことでマスコミも評価してね、ここの球団と、このスポーツのここの球団と、ここの球団は参加してくれてるって言ったらいいんですよ。そしたら人気出るんですよ。いいですか？社会の役に立った人が活躍して評価されたらいいんです。
本当に善意を持って頑張ってくれてる人たちね。中にはその善意が法律違反に、訴訟になるようなケースあると思うんです。こんなに矛盾する法律がいっぱいあったら、あっちこっち訴訟だらけになるんです。日本も僕の方からね、いろんな経済界とかに声かけして、もう行ったらええと、勝てるからっていうことで、もともと日本では裁判年間40万件ぐらいだったんですよ。それは一気に3倍の120万件ぐらいになって、超えてるんですよね。もう裁判所もフル稼働ですよ。だから、元オンブズマンと呼ばれるね、法曹界や法律のプロの人たち、現役にちょっと、ご老体の人たちとか、ちょっとカムバックして、もう裁判所フル稼働、フル稼働っていうことでね、何がいいのか悪いのか、経営者が分かってないと。テレビ見ただけで何でも信じ込んでしまってると。で、テレビ出てる奴らが、おかしなことばっかりしてる。よく分かんないまま、世間とはこういうものだっていうことを平気で言っちゃってると。これ全部変えなきゃなんない。例えばサッカー選手のね、1年間の年俸が100億円って、ない。いいですか？スタジアム自体が、本当は自分たちのお金で、お金出してね、スタジアム建設して、土地も購入してね、で、それを保有して、固定資産税をね、日本の浦和レッズだったら、大体7億円ぐらいですわ、固定資産税、土地代、建物代合わせてね、両方合わせて700何十億円ぐらいの、スタジアム作ってますから、土地代込みですよ。だからそういうの自分たちで納めてもらわなきゃなんない。だからそれ、じゃあどっからどこまで横領なんだっていう話になるんですよ。みんなの国民の税金でサッカースタジアム作っちゃってるんですよ。これ、体育館とかもそうだから、バドミントン、バレーボール、軒並みアウトみたいな形になってくるんですよ。ラグビーとかもそうなんですけども、そういうところを使ってるところはね、自社でね、大きな会社が、の傘下にあるようなスポーツ団体のところは、自社でスタジアムを作って、で、しっかりと、固定資産税払ってと。こういう動き等々ありますけども、世界中そういうふうに変えていかなきゃなんない。で、日本では幸福の科学とかいうところが、最近、昨日見た記事では、神戸の、田崎真珠っていう、もともと真珠を扱ってたところでね、結構日本で、名前の通ってた会社で、世界にもいろいろ真珠販売してたところなんですよ。で、そこはね、もう今更今の時代も宝石にあまり価値がないっていうことも、みんな分かったでしょ。あんまり仕事のね、ところで法律にいろいろ不備があって、そんなにお金持ってる人たちが生まれない社会になってる。かといって、要するに僕が言いたいのは富の分配なんです。スポーツ選手はお金がめすぎたんですよ。それもある問題として。で、暴力団とかにお金を供給す、暴力団とかはお金をエロ売ってね、稼いでたっていうの、これもおかしい。これも間違い。だって覚醒剤とか扱ってたんだから。ね。人殺したりとかしてるんだから。赤ん坊を捨てたりとか、元暴力団員だった人間が。ね、モラルからまず改善せなきゃなんない。だから何していいのか悪いのかっていうとこはっきりしなきゃなんない。だから僕は TikTok もうやめた方がいいって言ったんですよ。もうYouTube あるでしょって。それに動画アップして、そんなに世界に売りたいんだ、世界にちゃんと字幕をつけて、見てもらったらいいんですよって。で、良い内容とかをテレビで採用して放送してあげたらいいんです。で、その人の、作った動画を評価してあげたらいいんですよ。そうすればその人にお金入ってくるでしょ。動画一本で飯食っていこうって、これ多分ね、ほとんどの人は無理。世の中の 99% 以上の人が、そんなもんなんですよ。普通に、正社員雇用の、仕事にありついたわ。賢い。で、もともと、歩合とか出来高、日給、受け負い委託に関して、そんなもんいらないんですよ。とにかく労働基準法の中でね、期間の定めのある雇用の期間の労働契約を交わせるんですよ。ただし、5年間その会社で頑張ったら、終身雇用みたいな形でね、悪いことしなかったらクビになんない。会社の中でも真面目に働いてもらわなきゃなんないですよ。トロトロ仕事されとったら困りますから、売り上げにつながらないから。効率性絶対必要だから。で、ね、テキパキ動くから、体がダルダルになったりしないんです。本当に。家帰ってから筋トレとかの時間もったいなかったりするでしょ。正直。で、ある程度筋力なかったら、災害発生した時に逃げれないんですよ。
遠くまで歩くだけの体力はなかったり、1日8時間かけてね、ここ、まあ、日本で言ったら僕兵庫県に住んでるんですけども、8時間かけて大阪まで逃げれるかって言ったら、体鍛えれる人だったら逃げれる。僕は神戸市、兵庫区に住んでいて、阪神淡路大震災で、マンション、12階建てのマンションが、分譲なんですけども、全壊になって、で、神戸市北区に親戚がいたからそこ頼って、避難したんですよね。だけど、そういうふうにね、逃げる時の体力って必要ですから、みんなある程度、力仕事頑張った方がいい。まあ、そういうふうな、ところでね、これ、アメリカと中国の対立じゃないんです。僕からの世界中の政府とかを動かしてきた、世界中の戦争とか、メキシコの麻薬戦争を終わらせてきたりとか、そういったことをしてきた人間のね、言葉だから、アメリカ政府も重く受け止めてくれるんです。それはロシアもそうだし、中国もそうなんです。で、その話をフルオープンにすれば、いらぬ誤解がなくなるんで、ちょっとその辺ね、出すタイミング最悪。ウクライナのとロシアの戦争、今、仲介、習近平国家主席に、ね、動いてもらってるんです。イスラム国を鎮圧するときに、ロシアに頼んで、ロシアは、陸軍出してくれたんですよ。で、そのときにプーチン大統領に言ってほしいと。西側と東側の諸国の対立をやめさせたいと。これもう、そんなことしてたら世の中持たないからっていうことで、軍の司令部でね、まあ任務を当てるときに、自分のロシア軍に、こう言ってほしいと。西側諸国を軍事同盟国として、今回は任務に当たってほしいということを、しっかりと言ってほしいで。で、その映像欲しいと。それ世界中のテレビを放送しましょうと。そしたらみんなロシアのことを評価しますよって、SNS でもう、ロシアが頑張って陸軍出すわって言った時に、ね、アメリカはもう陸軍出したくないんです。陸軍出したら一般の市民巻き込んで、もう、兵士の立場として、それあるんですよ。一般の市民の格好をして、イスラム国とかね、アフガニスタンの時もそうだったんですよ。一般人の服装をして、迷彩服とか着てないんですよ。銃を撃ってくるから、誰がイスラム国の人間なんか、わかんないんですよ。で、自分だって死にたくないんですよ。やられる前にやるしかないから、おかしな行動を しそうになったら、撃っちゃうんですよね。そういうような、ことが今までの歴史で積み上がって、その後の統治がアフガニスタンでもうまくいかなかった。嫌われ者になってしまった。アメリカはね、一部のアフガニスタンの人たちに。まあ、しっかりとした情報っていうのを回してなかったっていうところもあるんですけども、そういうふうなところでもう結論が出てるから、アメリカはもう陸軍出したくない。それからミサイルを撃つ。もうそれぐらいしかできなかった。それじゃ、地上軍出さなかったら、イスラム国を鎮圧することできない。これ他の戦争でもそう。最終的に制圧をしなかったらね、戦争終わんないんですよ。で、今、ウクライナとロシアはもともとソビエという一つの国だったから、そこは、分裂させてしまったのは西側諸国の責任でもあるんですよ。西側諸国の方が、トータル的にあんなメンバーで集まったらね、イギリス、フランス、アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本はだからクウェートの、イラクはクウェートに侵攻した時の湾岸戦争の時に自衛隊出さなかったでしょ。これ理由はあるんですよ。日本まで戦争をのめり込んでしまったら水面下からでもいいから仲裁に入れる国がなくなっちゃうんですよ。だからちょっと中国を動くのやめてくださいと。もし西側諸国と東側諸国の軍事衝突が発生したら、これ世界の間、そんなところの間入っていけるのって世界の GDP ナンバー2の中国しかこれないですわと。まあ、習近平国家主席の頃にいろいろ提案を行って協力してくれてるんですよ、いろいろと。そういういい話いっぱいあるんです。で、それを世間に本当は公開するべきなんですよ。で、早く僕をテレビ局に出してほしいって言ってるんです。そうすれば、これ一応、ジョー・バイデンさんとか、習近平国家主席で世界のトップに話行くんですよ。世界のトップまで話行くんですけども、上から下まで話が伝言ゲームで行くから、話の内容がちょっと変わってしまったりしてるんだと思うんですよ。だけども、僕は YouTube でアップするから、それ頑張って日本語で喋ってますけども、それ母国の国の言葉に変換して翻訳してもらって、ちょっとね、みんなお互いに何をしようとしてるかっていうところ、はっきりさせてほしいんです。で、それ、ブレちゃダメなんです。全力で停戦と言ったら国境どこで引くかなんか、
いちいち迷ってたらダメなんです。もう国民投票をウクライナの時に行ってるんです。で、ウクライナの時にあの辺の地域の人たちがロシアの方に帰りたいって言ってるんですよ。もうそしたらもう国境もいいよって、もうロシア行ってくれたらいいからでもいいんですよ。で、それに関して国稼いできてた国とか企業がお金出してあげたらいいじゃないですか。移民とかという形でね。で、まあそこはロシアの統治でもいいんですよ。統治する領土を抱えたら抱えたで、いいですか？エネルギーの確保してあげなかったら、絶対その国、ね、食料の奪い合いでもう終わりますよ。9割以上の人死にますよ。さらに冬越えられなくなりますよ。こんな近代文明作っちゃったら、今更家の中をかまどで、料理作ったりとかね。冷蔵庫のない世界なんかもう今更どこの国も無理ですって、本当に食料すぐ腐っちゃいますから。これは本当の話です。TikTok の件でね、これを東側諸国、西側諸国の対立として、マスコミ機関、報道しよったら、もう、僕からの、提案で、日本中で、オンブズマンという法律の強い、法律のプロフェッショナルの人たちが、3万人、4万人規模で動きますからね。裁判所で。で、裁判所も腹くくってますから、もうその方向で行くって。で、それ、他の国でも作ってもらってますからね、オンブズマン。動いてもらいますよ。変な報道の仕方しよったら、その放送はおかしい。BPO とか日本でもともとあるし、世界のどこの国でもあるでしょ。放送の仕方おかしい。その番組ちょっと止まりなさい。やめなさい。営業停止っていう形、その番組潰しなさいとか、そんな話になりますから。ちょっとそこ踏ん張ってて気合い入れて、家帰ってからの自主弁1時間、2時間ってもう絶対必要なんです。社会に出たんだからもう責任感持ってください。報道機関だけじゃなくて、東証一部上場の、企業、二部上場の企業もそう。ね、家帰って1時間2時間勉強しよう。その内容は僕の YouTube 上がってくる内容。これに固定してください。ホームページの文字だけじゃ無理。あれも僕の中のホームページってサイバー攻撃を受けて文章ちょっと変えられたりしてるんですよ。本当に。ちょっとこれ世界中の国のトップの人たちで彼のホームページ守ろうってちょっとしてくださいよ。スーパーコンピューター、富岳世界ナンバーワンのコンピューター。僕のホームページバックアップしてって、そのバックアップっていうのは、まあそれだったらソフトバンクさんの方でそのデータを保管してもらったりしてもらってもいいんですけども、そういう援護の仕方としての、サイバー攻撃に対して、それは YK スケのホームページ、こんなに世界にとって大事なものを攻撃してきたら、そこの組織分かってるやろなーって、裁判所全員片っ端にひどいところ死刑判決こっちは求めていくからーっていうところをしっかりと、ご理解してください。もうね、暴力団、今までずっと世間でほったらかしにされてた暴力団、いいですか？そんなもんもう気合い入れて時効の撤廃まで僕ら持っていきますからね。ね、野中悟工藤会のトップ、死刑判決出てるでしょ。今からいろんな暴力団のトップだった人間、死刑判決片っ端から出てきますよ。で、悪いことした人間は刑務所行って罪を償う死刑じゃない人間とかね。で、頑張ってそこで労働する、働いて、それで早く出所できる。これがルールなんです。刑務所の。これ、各経営陣とか、東証一部上場と二部上場の会社の、正社員の人たち全員覚えて、下請け企業の人たちとかに教えてあげてください。いや、こういう社会だから絶対暴力団と付き合うなと。あと暴力団まがいのような形で金稼ぎしてるところも全部裁判所で決着つけに行きますから、皆さん覚悟を持ってください。これが淡井圭介からの本日の、内容です。2023年3月25日淡井圭介からの TikTok についてです。皆さんご協力のほどよろしくお願いします。